ジョブロック。今回は動画には映せなかった部分、俺が実際に見た北朝鮮っていうのを口頭で話しようと思ってて、コメント欄とかでもあったけど、北朝鮮が見したいところを見してるだけやんみたいな、この映像も作った北朝鮮やっていうのを、言われてたけど、まあ実際多分な、見せたいとこしか見してないっていうのは多分そうやと思うわ。俺がその大阪を紹介するってなっても多分俺が普通に見したいとこを見せる感覚やから、まあ、そこは多分変わらんと思うねんけど、まずはじめにどうやって行ってみたいな、どういう経緯で行ったんやっていうところやねんけど、旅してる友達とかいっぱいおるから、北朝鮮行ったっていう友達とかがおったから、まあ、実際に話したりとかしたら、あ、割となんかツアーで行く分に関しては安全なんちゃうんかとか、あと調べてたら朝鮮総連って言って、朝鮮のその団体なんかな、なんかが、日本にもあるからっていうのを聞いたから、俺そこに電話して俺一人で行ってんやん。結構聞きたいことその人に聞いてんやん。大丈夫なんすかみたいな聞いたら、いや全然大丈夫ですよみたいな。朝鮮学校って日本にもあると思うねんけど、高校3年生は毎年北朝鮮に修学旅行に行くしみたいな、ツアーも、何ヶ月かに1回とかバン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 売ってるから、それで今までになんかこう死んだ人とかも別におれへんしみたいな、実際に電話してやり取りして、ビザとかも全部ツアーの会社の人に取ってもらって、日本の政府から厳重勧告、日本はもう国交を北朝鮮とは取ってないんで行くことを自粛してくださいっていう厳重勧告の紙みたいなに俺もサインして、実際にはもう俺の責任として行こうと。んで着きました。スタンプ押す入国審査のところやねんけど、北朝鮮のスタンプをドンって押された時点で俺はもうアメリカにも行かれへんし、日本にも多分帰られへんようになんねんけど、まあ、そういうことはなくてビザの方にスタンプボンと押されて、そのまま入りました。いよいよ荷物チェック、もう全部開けられて、写真も全部見られて、パソコンもビデオ全部見てんねんな。ジャブロックとか言ったら、オープニングとかも流れて、終わったと思って、なんで終わったかっていうと、北朝鮮って、基本的にジャーナリストとか禁止やねん、行くん。うん、メディア関係とか行くん禁止やねん。でも、まあ俺はだから、もうそんなんメディア関係とかではないですよと、一般の職業ですよっていう形で俺は入ってたわけねんけど、でもその映像見られても、消せとかも言われへんかっていうの。なんも、没収されずに、とりあえず、平壌の空港について、の空港でバーって歩いてたら、ガイドさんが声かけてくれて、ああよかったと思って、で俺らその時な、映像でも映ってるからこうやってちょっと持ってんねんな。で俺このな、動画を撮るっていう行為がどこまでOKなんかっていうのが正直一番気になるところやってな。なんでかって言ったら、いきなり俺が動画撮ってて、もしその北朝鮮側からしたら悪い行為とみなされた時に北朝鮮から出れなくなるっていう恐怖とかもあるわけやん。だからもう全部初めに聞こうと思って、動画撮るんですけどいいですかと、これは思い出ムービーですみたいな、でもこの動画を SNS とか YouTube とかにもアップしていいんですかって俺はもう初めに聞いてんやん。ほんじゃ あ全然いいですよみたいな、じゃあ映してはいけないところとかありますかって聞いたら、軍人さんだけ映すのやめてくださいみたいな、でも全然他はありですみたいな。よく言われてんのは、北朝鮮ってほんまに平壌の街をちょっと外れたらもうなんもないみたいな、だから平壌の街しか見せへんぞ、旅行者にはそういうとこしか見せへんぞって言うけど、でも俺まあ普通に見れてんけど、畑とかでなんか耕してる人らおって、で あれ何の作物ですかみたいな、あ米ですみたいな、その他いろんな野菜とか育ててますみたいな、まあ、北朝鮮っていうのはほとんどの国と国交がないから地産地消っていうんかなでやってるから、もうほとんど農作業してる人はすごくすごく多いみたいなこと言ってて、でもう街歩いてる人とか見てたら、言うなれば昭和の日本みたいな服装やな。あんまり個性とかを出さずして暗い色の服を着てる感じ、金髪なだけで俺めっちゃ見られたもん、子供とかになんかうわみたいな、指刺されたりとかして、おしゃれとかをしないから、ドラッグとかどうなってんのかなとか、例えば音楽とかもせ、ロックとかあんのかなとか、バンドとかあるんかなとか聞いたら、なんかありますよみたいな感じで、ギターとか弾く人とかいるんですかみたいな、あ、ありますよみたいな、音楽に北朝鮮は力入れてるんでとか言ってたけど、多分ポピュラーっていう概念が違うと思う。コンサート行きますかとか言って行ったけど、ハンド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 ンみたいな、こうそういう音楽やねんな。これは俺の思うポップスじゃないと思って、平壌で一番ええって言われてるホテル行って、じゃあなんかこうコメント欄とかでいろんな日本でも情報で、ホテルとかの鏡とかがあるところとか、エレベーターとか裏に工作員監視員がいて、俺のことを行動を全部チェックしてるみたいなこと言うけど、俺が見た北朝鮮を言うと、そういうのは多分絶対ないな。なんでかって言ったらやで、俺な、怪しい行動しまくっとったもんな。だって俺自分一人になった瞬間、ホテルに着いて、はい、じゃあまた明日ですみたいな感じでガイドさんが言ってくれてばって、分かります、俺一人になりました。その瞬間俺もうデータチェックやら、データ映し替え、カメラの映像で自分で自画撮りでインカメ撮ったりとかしまくっててんやん。でもういろんなとこ見渡して、なんかこう情報はないかなとかしまくってて、それをもし裏で何かしら監視してたら、俺多分北朝鮮から出れてないし、何かしら多分ガイドさんの俺に
対しての態度とかが変わってたと思うから、そういうのはないんやな、俺は多分一人で大丈夫なんやなと思って。でもあのホテルの外は出てない。ガイドさんがおらん時にあの外出禁止やってんな。それも俺なんでなんですかって聞いてんや。なんで俺は自由に行動できないんですかみたいな。じゃあやっぱあの日本とは国交がない国なんで、もし俺がその辺夜とか歩いて絡まれたりとか、ないと思うけど事件に巻き込まれたりとかしたら国を挙げての大問題になるから、もうそこはちゃんと管理しとかないといけないというか、そこはな、まあ俺も納得やなとは思うし、まあ、日本人からしたらみんな気になってる質問をぶっ込むねんけど、その言葉をそのままメモ帳にメモってるから、そのメモをそのまま読みたいと思います。でこれに関してはもういろいろいろんな意見が交錯してると思うから、その人たちの言葉をそのまま俺は今から言うわ。拉致問題に対してどう思ってるんですかと。もうその人たちはまずもう終わった話やみたいなのがまず一言目来てんやん。一回もう北朝鮮側から謝罪しましたしみたいな。でもあの北朝鮮の人たちがそういう日本人の人たちに対して拉致ってみたいな、どうこうしたっていうのはもう本当になんか申し訳ないと思ってるみたいな。でもあのその国の中での一部の人がそういうことをしたみたいな、その人たちのことを私たちは一切知らないですし、その問題はもう僕たちの中では終わってるから、もうこれはなんでいつまで拉致問題を引っ張るんですか日本の人たちはみたいな。ミサイルに対してどう思ってるんですかと。その人たちが言ってたのはもう防御策だと。もうアメリカもそうやし、日本もそうやし、韓国もそうやし、もう周りに囲まれて、大国に囲まれて、そんな大国に太刀打ちするもう抑止力を持つしかないから、ミサイルとかを撃って警戒させないと、もういつ攻められるかどうかが怖いんでみたいな。あ、なんかこう基本的に北朝鮮の国民の人も戦争っていうのは嫌なんやなって、うん、けど自分たちの国を守るためにっていう価値観なんやなっていうのを、まあ、感じたんやけど、実際まあでも何が正しいかっていうのは分からへんし、まあでもなんかその人たちの言葉ではそう言ってたっていう話やねんけど、で俺がこう言うことによって、この言葉を発することによって何かしらこう大きな事柄が動くみたいなことも、さすがにそこに対しても俺は責任持たれへんから、だから言える範囲内でしか言われへんかってんけどさ、政府っていう者同士が、いろんな問題を抱えてる中で、でもその国民の人たちはいい人なんじゃないかなって俺は思ったな。大衆日なんですけど、俺キャバクラに行ってんな。4時ぐらいまでかな、言うたら時間外勤務なのにもかかわらず、そんな深夜3時とか4時とかまでもうずっと飲んでくれて、しかもな、もうほんまにな、その国が好きなのな、ほんまになんかこう笑顔で俺を楽しませようとしてる。で楽しかったですか、どうでしたとか言って、すごい俺のなんかこう顔色を伺ってくれてるというか、気遣ってくれてる感がめっちゃあって、いや俺はなんかすごく楽しかったなみたいな、あのガイドさんがいるからこそ俺は楽しかったなっていう、なんか特殊な旅の、楽しみを今回は得れたなって思いましたけど、世の中にはいろんな情報が溢れてて、それが全部真実かって言ったらもうそうじゃないことだらけで、じゃあ何が真実で何が正しいのかっていうのはもう人それぞれやけど、その一回得た情報をまず自分で受け取って自分なりに考えてみて、さあ自分はどう判断するか、うん、この情報が爆発してる中で実際自分で考える力っていうのが一番必要になってくる時代やと思うから、俺がこの喋ってることも真実かどうかっていうのはもうそんなん関係ありません。あなたが考えてください。そして、あなたが、どう行動を移すのかっていうのはもうあなた次第なんで、僕はもうこれだけしか言えないです。以上、僕の北朝鮮旅行でした。ありがとうございました。